はい、今日はですね、フィモーラというですね、動画編集ソフトを使ってですね、モザイクを入れていきたいと思います。さっきですね、ちょっとここの、秋葉原駅のですね、こう駅名のところにですね、こうモザイクをですね、こうちょっと入れてしまったんですけども、ちっちゃい。どこでその操作ができるかというとですね、この、星の、棒に星がついたようなマークのですね、こちらのものをですね、押すとですね、今ちょっとこの録画している画面ではですね、出てきていないんですけれども、ポップアップがですね、こう上に画面の上に出てきてですね、そこでですね、モザイクをですね、大きさをこう変更したりですね、別のモザイクをですね、こう追加したりすることができます。でそこでですね、その画面で今ですね、操作を行っているんですけれども、どんな操作を行っているかというと、この、秋葉原駅のですね、こう駅名のついている部分のですね、ところですよ。ちょっと大きなモザイクにしました。大きなモザイクをですね、こう追加いたしました。そうするとですね、こんな風にしてですね、こう動画の中にそのままですね、モザイクをですね、付け足すことができます。ここの画面のですね、左側のところですね、ずっとこうモザイクが、大きなものがついております。で、こういう風にしてですね、ハサミで切るとですね、動画が分かれるんですよ。で動画が分かれてもまだ、モザイクがこうついたままに、なっております。でまたその別の動画に切り離して、その新しい動画の、モザイクをですね、こう消したりとか、新たなモザイクを追加したりとかすることもできます。で、また次のですね、こう操作を今、別のポップアップで行っているんですけども、これ実際のですね、パソコンで操作した時にはですね、また別のポップアップがですね、この画面の上に現れるという形になります。